善は一、一は善。善は一から起こり、そしてまた一に帰する。汝がすべての扉を開放せしとき、我が扉は開かれる。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。ブルブラン、黙ってねえで何か言えや。そういう君こそ、この光景の前にはいかなる言葉も無力だろう。ただ恐れ打ちのめされるだけさ。ち、結局他の連中は戻ってきやがらなかったか。しまらねえ話だな。おい、レンはすでにこの空域から離脱したようだ。ルシオラは行方不明だが、我らが心配しても仕方あるまい。別に心配はしちゃいねえさ。ただ死なすにはちょいと惜しい女だからな。せいぜい無駄死にしてないよう祈るだけさ。同感だ。ただレーベについてはおそらく望みはなかろう。ああ、ちっ、こんなことならとっととやり合っておけばよかったぜ。野郎、いつも理由をつけて手合わせを避けやがったからな。我らとは違い、彼には明確な目的があったからな。しかもどうやらその目的は達せられたようだ。今頃満足していることだろう。
りの後か。なんだあれ、なんなんだよあれは。だってあの浮遊都市を使ってリベールを支配するんだろ。それどころか大陸全土まで。これじゃ話が違うじゃないか。いや待てよ、考えてみれば僕が勝手にそう思っていただけで、そんなことは一言も。もう嫌だ。あいつらには逃げられるわ、カンパネルラ様にはいじめられるわ。おまけにこんなわけのわからない結果になって、僕たちは今まで何をやらされてたんだよ。カンパネルラ様、ご無事でしたか。ご苦労様だね。でもこんな時までお仕事なんて、さすがに真面目すぎるんじゃない。いや外はすごいよ。何百万ミラ積んだって見られるような光景じゃない。まだ間に合うと思うから、君たちも見物してきたらどう。めっそうもありません。そういうわけには。条件付けされた君たちには難しい話だったか。まあいいや、そこ通してくれる。ちょっと野暮用で聖堂に用があってね。ですがいかにカンパネルラ様といえど、教授の許可なしには。ああ教授なら死んだから。まさか。あれ、僕の言うことがデタラメだとでも。ちょっと傷ついちゃったな。よし、なら君たちにもギルバート君みたいな楽しい思いをさせてあげるよ。そうすれば僕の言うことも信じてくれるようになると思うし。いやそんな気遣いをされずとも最初から信じておりますから。ならとっとと外の見物にでも行ってくるといい。君たちに警備を命じた人間はもういないんだからさ。そうさせていただきます。それではごゆっくり。これで彼らも用済みか。まあ記憶を奪って放り出すのももったいないから、舞台ごと僕が引き取ろうかな。さすがに外の雑音もこの中までは聞こえてこないか。まあそうでなくちゃ役目は果たせないんだけどね。アクセス執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、蛇の使徒第三中ゲオルグ・ワイスマンに代わり、精神の前の立ち入りを申請する。待ちかねましたよ。
皆さんお揃いみたいだね。少し、まさか白面が滅びるとは。どうやら古巣で老いたをしすぎたみたいね。ねえカンパネルラ、彼はどんな死に方だったの？それが傑作でね、頭のてっぺんからつま先まで全部塩にされちゃったんだ。それで最後は粉々に砕け散っちゃった。まあ、ゾクゾクしてしまうわね。ああ、私もその場にいられればよかった。潮の食い、ノーザンブリアに出現した特異点の産物だね。はあ、この目で実物を確かめたかったところだが。ああ、しかし意外だな。あの抜け目ない御仁がそんな隙を見せちまうとはね。おそらく相手は守護騎士の一人であろう。それも今まで不在とされた第5位に違いあるまい。なるほどね。だからこそ隙が生じたか。そいつなんて名前なんだ？ケビン・グラハム。かのカーネリアに学び、下法狩りを名乗っている。いろいろと歪んでいて楽しそうなお兄さんだったよ。カーネリアの。なんだかますます興味をそそられてしまうわね。おいおい、深淵の。あれほど熱を上げていたレオンハルトが死んだってのに、もう次の男あさりかよ。あら、心外ね。これでもレオンのことはちゃんと悲しんでいるのだから。とうとう最後まで振り向いてもらえなかったから、余計に忘れられそうもないわね。そうですね、良き剣士であったのに本当に惜しいことをしました。確かにレギオンの中でも貴公と剣で渡り合えたのは彼くらいであったか。ええ、よく無理を言って稽古に付き合ってもらいました。いずれは私を上回る剣士となったやもしれません。そう考えると本当に惜しい。別に問題はないだろう。戦力全体における損失は極めて軽微、想定の範囲内だよ。今後の影響を考えると殲滅天使の方が大問題さ。はは、あの嬢ちゃんか。ずいぶん混乱してたようだが、果たして戻ってくるのかね。まあ、それは彼女次第でしょう。我々は彼らの上位にあるが、彼らの行動までは制限できない。それが掟です。でもね博士、私たちもゴルディアス級の重要性は理解しているつもりです。ですがこれはあの方が決めた掟なのです。その意味はお分かりでしょう。教授の漆黒の坊やへの執着は少々度が過ぎていた気もするけど。そう、そしてそれが彼を滅ぼすきっかけとなったのも事実。そうでしょう、カンパネルラ。確かにヨシュアにこだわりすぎたのは範囲の一つかもね。あのケビン君にもそのあたりを狙われたみたいだし。はいはい、わかったよ。でもまあ、
私だって13工房を預かる身だからね。ゴルディアス級の運用状況を確認する意味でも監視は続けさせてもらうよ。ええ、それはお任せします。それより皆さん、そろそろ降臨なされますよ。うん、そうか。ドキドキしてしまうわね。皆揃っているようですね。は、第三中を除きまして全員揃いましてございます。ご苦労。カンパネルラも我が代理としての見届け役、大義でありました。恐れ入ります。すでに復員計画の顛末はご存知かとは思いますが、最も重要な役目を果たさせていただきます。おお、それが七の四方が一オーリオールか。空の司法、確かに受け取りました。しかし支払われた代償はあまりに大きい。ワイスマン、そしてレオンハルト、いえ、それだけではなく計画にまつわる全ての犠牲も、全ての責はこの私にあります。滅相もありません。どうかご自分をお責めにならないでください。白面殿の死は自業自得というものでしょう。もし責められるならば、彼をいさめもせずに感化してきた我々使徒全員のはずですわ。いいえ、この事態を私は半ば想定していたのです。それでも私は全ての決定を彼に委ねました。それが世界にとって必要と判断したがゆえに。ですから、すべての責は私にあるのです。名手よ。なぜ御身はそこまで。この後しかるべき揺れ戻しが起きることが予想されますが、おそらくその件に関しては教会が動くことになりましょう。彼らに任せておきなさい。承知しました。少し気になりますが、御心のままにいたしますよ。して我々はこの後どう動くといたしましょうか。西方の鐘は鳴らされ、第一の盟約は解かれました。今この時をもってオルフェウス最終計画が一、復員計画の完了と、そして次なる段階減塩計画の始動を宣言します。ほう。承知しましたわ。はは、どうかお任せあれ。我ら蛇の人一同、大いなるメッシュの御心に沿うべく、これより全身全霊をもって計画遂行に着手いたします。減塩計画、いよいよ始動というわけか。
仕込みは十分。規模と完成度は復員計画の比じゃないはずだ。これは面白くなりそうだな。ところでさ、僕も人のことはとやかく言えないんだけど、誰だか知らないけど、覗き見はそのくらいにしたら？